言わずと知れた富士山。田子の浦港へ向かっています。すでに左手には田子の浦港がありますが、かつてフェリー乗り場があった富士埠頭が目的地となります。ここが目的地と言いますか、この白い船が本日のターゲット。田子の浦港ではもの珍しい外国の客船で、その名はスターブリーズ。第三星丸的な船名付けの法則があるようです。先ほど来自転車乗りの小集団とすれ違っておりますが、彼らはスターブリーズ関係者なのかもしれません。なぜなら今回スターブリーズ号はジャパンサイクリングクルーズのチャーター船として田子の浦港へ寄港したからです。続々来ます。タンデム自転車も来ます。弁当も来ます。皆さん自前の自転車持ち込みなのでしょうか。到着しました。この時期にしては珍しく富士山がくっきり見えています。どこかの外国人向け旅行ツアーのパンフレットなどに、日本でも上位クラスの立派な天守閣のすぐ後ろに富士山ドーンなんてことがあるくらいですから、スターブリーズの乗客の皆さんも喜んでいただけていることでしょう。四五階建てのビル風なスターブリーズ。やりがちな富士山からの スターブリーズ。
Thank you.